アローハ。沖縄旅行は今日で3日目となりました。本日は恩納村の有名パンケーキやハワイアンパンケーキパニラニでパンケーキで腹ごしらえした後、沖縄本島北部のヤンバル国立公園にある超絶のパワースポット大石林山で大自然のパワーを満喫する計画です。今回の動画では朝食で訪問したハワイアンパンケーキハウスパニラニをご紹介。今回はそのためにもホテルは朝食なしのパックにしてました。パニラニのロケーションは宿泊した沖縄かりゆし LCH リゾートから恩納村方面へ約9キロほど戻ります。所要時間は車で約15分ほどです。かなり詰め詰めのスケジュールだったので往復30分はちょっともったいないですが、それでもパンケーキの魅惑に負けてしまいました。さてお店に到着しました。お店は道路を挟んで向かい側です。信号はもちろん横断歩道もないので道路を渡るときは要注意です。到着したのが午前8時頃にもかかわらず、駐車場はすでに半分くらい埋まっています。こちらがハワイアンパンケーキハウスパニラニです。外観からしてアメリカの古い建物みたいで素敵ですね。店内は予想外に広く、テーブルがたくさん並んでいます。スタッフの挨拶もアローハ、マハローと本当にハワイっぽいのでびっくりです。小さな古民家のようなお店を想像してたので意外でした。早朝にもかかわらずお店はすでに半分ほど埋まっています。若い客ばかりかと予想していましたが、家族連れが意外と多いようですね。2012年創業のハワイアンパンケーキハウスパニラニは食べログカフェ100名店2022年にも選出された人気店だそうです。朝7時からの営業で朝食利用に良さそうですね。恩納村や名護に宿泊の場合は朝食なしのパックがおすすめかもしれません。メニューはパンケーキのみとパンケーキファンダメンタリスティックなお店です。本格的なパンケーキがなんと13種類もあり、テンションマックス。アメリカ人の客が多いのでしょうか、英語のメニューもあります。英語が全然ダメな私にはメニューを見ても一体どんな食べ物か想像すらできません。アメリカ人はなんでこれでわかるのか全く謎です。それにしても店内はまるでハワイにいる錯覚を覚えるほどハワイの雰囲気がめっちゃ出ています。奥の方にはお店のロゴグッズもいろいろあります。マグカップは素敵ですが家にたくさんあるので今回は敬遠。 T シャツなんて素敵ですね。ハンカチはお手頃かも。パーカーも素敵ですが真夏なのでこれを着ている自分を想像するのは絶対無理。そんなこんなで結局何も買いませんでした。それではメニューを見てみましょう。看板メニューのナッツナッツパンケーキ、うまそうだけど肉がないのが残念。ドライカレーパンケーキは求めてるものとちょっと違うかも。バターミルクパンケーキ、あまりにも定番すぎかな。ベリーベリーパンケーキ、だんだんハワイっぽくなってきたぞ。チョップドチョコレートパンケーキ、うまそうだけど朝食にはどうなのかな。ジャパンケーキ、ネーミングが憎い。3時のおやつだね。ステーキベーコンパンケーキ、きたきた、こういうのを求めてるんだよね。フライドチキンパンケーキ、いいぞいいぞ、これもいいね。フィッシュ&チップスパンケーキ、カリフォルニアか、ちょっと違うな。チキン&フィッシュコンボパンケーキ、チキンとフィッシュはなかなかいいかも。トロピカルパンケーキ、パンケーキっつよりもアンナミラーズのパイみたいだ。スパム&エッグパンケーキ、これぞハワイの王道って感じかな。ロコモコパンケーキ、肉ががっついで、いいねいいね。ダイヤモンドヘッドパンケーキ、たわ、これは完食不可能な感じ。お子ちゃま向けのキッズパンケーキもあります。13種類の中から見事に選ばれたのはロコモコパンケーキです。さて、いよいよパンケーキが登場。パンケーキは2枚、パテと目玉焼きが乗っていて、なんとも豪華です。結構大きいですが、大食いちゃんの私にはこれくらいは余裕でいけそうです。
目玉焼きを切ってみると中から半熟の黄身がドバーッと流出。おっと一大事。なんとなんと私としたことがメープルシロップかけるのをすっかり忘れていました。グレービーのかかった肉にもどんどんとかけてきます。パンケーキ、目玉焼きにまんべんなくかけます。メープルシロップってパンケーキの肝っすよね。パンケーキがふわふわでうまっ。パテはコストコのとかではなく完全手作りのようで、ええ感じが出ています。パテの歯ごたえ抜群、つなぎもなさそうで牛肉 100%。 肉とメイプルシロップって意外と合うんですよね。アメリカではパンケーキ、ソーセージ、目玉焼きにメイプルシロップをかけて食べるらしいです。そうこう言ってるうちにすでに腹は8分目に到達です。どんどん食べ進めますが、これって完食できるのかな。ついに完食。いや、朝からたくさん食べてしまった。ぷひゅー、本当に美味しいパンケーキでした。ハワイアンパンケーキパニラにはまるでハワイにいるような錯覚を起こすほどの超本格派。恩納村へ行く予定がある方はぜひ寄ってみてください。まあゆう、チャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。この後は沖縄本島北部のビアンバル国立公園大石林山へ向かいます。次の動画もお楽しみに。それでは皆さん、アローハー。